こんにちは。今日は、中古マンションを買うときに、内見に行ってチェックすべき2つの項目をお伝えしようと思います。私は実際この中古のマンションに住んでいて、住んでからすごい感じたこと2つすごいあったんですよ。先に知っておけばよかったなっていうことが、なのでその2つがすごい印象に残っているのでお伝えしようと思います。あとね、私がすごいこのマンションの気に入っている理由も最後にお伝えしようと思います。今ねちょっと朝でコーヒー入れたりしてるんだけど、今日もランニング行ってきました。そして帰りにまたこの間と同じレタスの詰め合わせを買ってきました。また3種類ぐらい入ってるのかな、っていうか草も入ってるそう、こんな感じでね、今日は、2つのことを先にお伝えしようと思います。早速なんですけど、1つ目は、梁の状況ですね。マンションのこの古いマンションだと特に天井とか壁に梁、こう出っ張ったところがあると思うんですよ。でね、私の住んでるマンションはもうなんと築48年なので、ものすごい梁だらけなんですよ、あちこちで。結構それ全然気にしていなかったんですけど、それが、割と影響したんですね。でちょっと私の家のその梁の状況をざっとなんだけど、お見せしますね。まずはキッチンなんですけど、まずこのベランダ側が早速こうやって梁になっています。そしてずっとこう梁になっていて、ここにもちょっと奥行きが10センチぐらい出てるのかな。そして隣の部屋との間にもこんな感じで、もうほんと梁だらけですね。でこっちのお部屋も同じように10センチぐらいの深さの梁があって、あとはねここにねちょっとこう棚を作りたくなるような部分があるんですよ。あとは廊下なんだけど、ここが最もひどくて、ここ玄関に行く廊下にこの大きな梁があります。まあ、玄関はあまりないんだけど、玄関の方から見るとこんな感じですね。これね高さが175センチぐらいだったかな、結構低いんですよ。身長が高い人は頭ぶつかっちゃいます。はい、今お見せした通り、私の家にはすごい梁だらけなんですよ。梁があっちこっち出ていて、で全然気にしてなかったんですね。まあ古いからこういう雰囲気なのかなぐらいな感じで、それで、引っ越すにあたって冷蔵庫をもう今使っている冷蔵庫なんだけど、ずっとワンルームマンションで使っていて、ほんと130リッターぐらいのすごい小さい一人用の冷蔵庫なんですね。それで、今度は娘が遊びに来たりとか、孫が遊びに来たりとかっていうことで、まあ、大きいのを今回買おうと思って買ったんですよ。でフレンチドアのすごい大きなのを買ってすごい楽しみにしてたんだけど、玄関から入ったところの低い梁のせいで搬入ができなかったんですね。で搬入ができないって、もうそんなこと全然気にしてなかったんですよ。でも結構ショックで、だけどまあそれを機会にちょっと諦めがつきました。なのでまた引き続きこの今まで使っていた130リットル の, 小さな冷蔵庫を使ってるんだけど、あんまりねそういう近代的な家電って合わないかなっていうのも思い始めたので、いいかなと思ってちょっと諦めつきました。なので大型家電とか家具とか分解ができないような家具っていうのは割と搬入が難しい場合があるので、それは注意した方がいいと思います。玄関から入れられなくても窓の方とかベランダの方から搬入ができる場合はいいんですけど、ただ、2階以上になったら、例えばクレーンを使ってとかそういうことになったらまたお金がかかってしまうので、そういうところもちょっと考えた方がいいと思います。そう、一つ目はね梁なんですよ。だけど悪いことばっかりじゃないんですよ。梁が出ているおかげで 2x4 材を使った DIY が
楽しめるっていうことがあるんですね。で、私もいくつかあの動画に上げてるんですけど、あの台所に最近作ったこれですね。この1本あのここに 2x4 をつけて、ここにあのスマホを置いたりとか、こういったあの植物を置いたりっていうことができるように棚を作ったり、あとは洗面所にあの全くあのなかったんですよ、棚が。なのでそこにも、2x4 を使って棚を作りました。なので割とその針を使って、あそことあそこ突っ張れるなみたいなところが多いんですよ。だからそれで DIY を楽しめるっていうあのいい点もあります。あとは針を利用してあの観葉植物をかけたりしてるんですよ。それもちょっとお見せします。こんな感じで、今このエアプランツをかけています。ここね、カーテンレールだとこうカーテンにくっついちゃうので、ちょっとあの出っ張ったこの針を使ってここにかけたりしています。あとはね、こっちここはガーランドをこの間作って、飾ってあったり、あとここのフック、今はねベランダに出してるんだけど、ここにも植物をあのかけています。あとは棚にこんな感じで100均の部品を買ってきて、ここにも植物をかけたりしています。あとはこんな感じで針がアクセントになって、こう時計をつけるとこうしっくりきたりとか、割とこの針のこのなんだろうな、針の感じがあの他の家具とかインテリアにあったりもするので、そういう点は私はすごく好きです。はい、なので、針ってね、悪い点もあるんですけど、その悪い点だけちょっと踏まえておけば、割と楽しくこう飾ったりすることに使えるのでいいと思います。この出っ張りがね、何とも言えないこういい感じを醸し出してるんですよ。なんで針もねチェックが必要だと思います。はい、それであとはね2つ目、部屋の明るさですね。まあ、これはね、あの皆さんこう日当たりが良くて明るい部屋がいいとか、あまりこう太陽が入ってくると落ち着かないから、こうこもりたい、部屋の中にこもりたいから、あまり日当たりがいい部屋は嫌だよとか、いろいろあると思うんですよ。ただ本当の明るさっていうのをあの知っておけばよかったなって思ったんですね。で、本当の明るさって何かというと、その電気をつけていない時の明るさ、あの本当の自然の光でどれだけ明るいのかっていうことなんですね。で、私あの北側に部屋が一つあるんですけど、そこはもう朝から真っ暗で、特に朝は真っ暗なんですよ。夕方こう西日が差すぐらいになると少し多少あの光は入ってくるんだけど、もうほとんどもう電気をつけないと何も見えないような状況で、あのそんな部屋が一つあります。なのでそこはねもうほとんど使ってないんですよ。だんだんちょっと物置状態になってきちゃったんだけど、なんかあまりそうやって物置にはしたくないので、何か案があればこううまく活用したいなとは思ってるんだけど、今の時点では今使ってません。そしてなんでそれ気づかなかったかっていうと、私が内見に来た時はもう本当にこのマンションの、ま、部屋のどの部屋も全部全開で電気がついてたんですね。で、なんか電気がついているっていうことが、その明るさが自然だったので、全然その普通のあの電気なしの明るさを知りたいとかって思わなかったんですよ。で、考えてみたら今までそんな風にあまり電気をつけたり消したりとかでこう比較することってなかったなと思って、まあ、そこはちょっとあの盲点だったなって思いました。それで、ここに住んで半年ぐらい経った時にちょっとあのなんかいろいろやる気が起きなくなってしまって、もう1年も住んでないけどもうここ売却しようかなって思ったことがあったんですね。それで、不動産屋さんを呼んで、まあ、査定してもらったりで、一組だけあの見に来たんですよ、カップルの人が。それでそんなことしてる時に、不動産屋さんに言われたんですね、内見の人が来る前に必ず家中の電気を全部つけておいてくださいって言われたんですよ。だからあ、なるほどって思って、
その電気を全部つけて、それが自然な感じに感じると思うんです。見に来た人はその電気をつけた状態が自然な感じに感じると思うんですね。なのでだから部屋の明るさについては疑いをあまり持たない場合が多いんじゃないかなって思ったんですよ。でもしかして私もそれで騙されたって言ったらちょっと聞こえが悪いけど、それで気づかなかったんだなって感じたんですよ。だから内見に行ったら電気消してみるっていう、電気消してみて電気がない状態でどのぐらいの光が入ってくるのかっていうことを必ず確かめた方がいいのかなって思いました。でその北側の部屋っていうのはやっぱりね、部屋自体はすごくいいので、できれば使いたいと思ったんですよ。で、まあ、カーテンを薄いものに変えてみたりとか、あとはこう光で起こしてくれる目覚まし時計があるんだけど、それを使ってみたりとか、いろいろ試してみたんですね。だけどね、やっぱりこう自然の光に勝るものはなくて、そこで朝起きて真っ暗な中で起きるんですよ。本当にこう気持ち悪いというか、まあ明るい部屋だったらカーテンをこう閉めてあっても、こう隙間からちょっと入ってきたりとか、こう太陽が出てるなっていう気分で起きることができるんだけど、本当にね、その北側の真っ暗な部屋っていうのは全くそういう感じがないですね。本当にね、太陽の光が嫌いでこもってずっとゲームしていたいとかっていう感じの人はすごいいいと思うんですよ。ただ私は寝る部屋については多少こう光が入ってくる部屋がいいなって思うんですね。普段何かこう黙々とやってる時はむしろこう太陽の光を見ちゃうと、なんか外に出ないといけないのかなとか感じたりして、こう落ち着かない部分はあるので、そういう時は割とこうカーテン閉めちゃったりとか私はするんですよ。だけどやっぱりね、寝る部屋っていうのは光って大事かなって思います。はい、以上の2つ内見をするときにチェックすべきことをお伝えしました。そして、最後なんですけど、やっぱりね、私はなんだかんだ言ってもこの古いマンションが好きなんですよ。何が好きかというと、大きく分けて2つあるんですけど、1つは人ですね。住んでいる人、人がやっぱりね、何回もこれも動画でお話ししてるんですけど、ここ48年でここができた当時にこのマンションを買ってそのままずっと住んでる人が多いんですね。そうするともう本当に70代80代の人がものすごく多くて、結構ね、こうなんだろうな、和気あいあいとしてるんですよ。で、会えばこう通路で会えば挨拶は必ずと言っていいほどしていただけるし、なんかね、もう本当ニコニコして話しかけてきたりとか、本当なんかいいなって思うんですよ。結構落ち着くんですね。それで面白いのが、孫がたまに遊びに来て一緒にいると、おばあちゃんとかが寄ってきて見せてって寄ってくるんですよ。赤ちゃんとか子供と一緒にいると見せてほしいって、こうちょっと触っていいとか言って近寄ってくるんですね。なんかそういうのも面白いなと思って、全然だからといって別に深い付き合いがそこから始まるわけじゃなくて、こういい感じのこう距離感を保ってるっていう意味ですごく心地いいんですよ。そう、それでなんかね、新築マンションの話を聞いたことがあるんだけど、新築マンションっていうのは全然こうあんまり近所付き合いっていうのがなくて、こうなんだろうな、苦情が多いって聞くんですね。なんか騒音とか、ちょっとピアノの音がしたら苦情が来たりとか、割とこうギスギスした雰囲気があるっていうことを聞いたことがあるんですよ。だからなんか人っていうのはすごい大きいなって、住み心地にすごい関係すると思うんですよ。だってね、私ワンルームマンションに住んでた時はエレベーター乗るのもなんか嫌だったんですよ。エレベーターで誰かに会ったら嫌だなとか、なんか喋りたくないなとか、なんかそんな感じなんだけど、ここはなんかエレベーターに誰かおばさんとかおじさんとかと一緒になっても暑いねとか、そんな感じですごいね話しかけてくれるので、なんか本当全然気使わないし心地いいです。もう一つの私がここを気に入っている理由っていうのは、この古いマンションがすごいインテリアとか自然の素材の
なんだろうな、家具とかインテリアによく合うっていうことなんですね。なんかね、フルリフォームで中はこう一見新しくなっている感じはするんだけど、やっぱりさっきお見せしたようにこう張りが出ていたりして、ちょっとこういうなんだろう、レトロ感というか古い感じっていうのはなくなりきれないんですね。それでこのあとはその共用部分のサッシとか窓の枠とかっていうのも全然変えられないので、それは傷がついたりシミがついたりしたままなんですね。で、それとその中のこの綺麗なもののこのギャップというか調和が私はすごい好きで、なんかこう、あ、いいなってちょっと眺めちゃったりするんですよ。そう、割とねこう自然な素材が合うんですね。こういう家っていうのは植物だったり木の素材でできた棚だったりとか、そう、そんな感じで、カーテンもね3回ぐらい取り替えたのかな。今は無印良品のノンプリーツカーテンにしたんですよ。木なりの色の、その前はパリッとした感じでこうなんだろうな、ビビッとな色のものをつけたんだけど、なんか合わないんですよね。それで2回ぐらい取り替えて、やっと今の無印のノンプリーツカーテンに落ち着きました。ちょっと朝っぽい感じで、きなりの色で、すごいね自然な素材な感じなんですよ。そういうのがすごい合うんですね。なんでね、それもね多分ねこう気持ちが落ち着くっていう部分があるのかなって思います。なんか喋りすぎてコーヒー入れるの忘れてた。はい、そんな感じで今日は、中古マンションを内見するときにチェックすべきこと2つをお伝えしました。それから私が今この古い48年のマンションが大好きな理由も、少しお話ししました。では今日はこれで終わりにします。さようなら。